おはようございます。のぶです。7月、今日は4日ですね。4日水曜日、今の時間が、すいません、時計を置いてきました。車に8時半ぐらいです。ということで今日はめちゃめちゃ雨なんで、ちゃちゃっと行きます。今ちょっと小康状態なんですが、今来ているのが中城村にある中城、糸釜公園という公園です。中城にあるちょっとした公園なんですが、小学校がすぐそばにある公園なんですが、結構遊具もそこそこしっかりしてて、長い滑り台もあるのでちょっとご紹介しますと言いながら、もう目の前に遊具があります。そしてさっきまで本当にすごい雨だったんで、めちゃめちゃ水が水です、冷て、こんな感じです。滑り台もあり、登ったり降りたりで、ここの公園、駐車場もそんなにいっぱいではないんですがあるんで、まあちょっと離れたところからも来れます。まあ、近所の方結構土日いっぱい来てます。こんな感じです。ふにゃふにゃふにゃ、あ、もうドロドロだ。よいしょ、お、冷て。ちょっと沖縄県本当に台風7号過ぎてから、昨日も天気悪くて、今日も大雨です。そして、なんだっけ、シーソー。そしてブランコもあります。そしてさっき言った長い滑り台がそれです。結構長いので、上まで登ると景色がいいところそこあるんですが、そこ以前紹介したことある気がする。冷たい、雨降ってきた。これはここを登ったところにあります。滑り台の上の方まで、雨が降ってきました。せっかくなんで誰もいないんで登りますか。雨がしのげない。はい、こんな感じです。めちゃめちゃ海も見えます。ということで、雨の中、中城糸釜公園からお届けしました。ありがとうございました。